だ凡人なんでみんなは。な一部の変態が時代を変えてんねん。そうだの一部のやばい奴らが時代を変えてっての。ひどんなクリニックのパクリ、はぁ、あ、闇クリニックのパクリだけどこれ。ねえ、闇クリニックのパクリなんだけど。闇クリニックの分院っていうね、設定なんだよ。な、本当にやばい奴は闇先生にご紹介するのよ。うちは闇クリニックの傘下なの。下部組織。そう。闇クリニックと大きいね、こういうね、組織があって。そんな下なのよ、うちは。分院。あ、聞こえた、聞こえた。なんすか？特になんもない。じゃあ帰ってくるのよ、クソが。はい、次行きまーす。はい。なんすか？なんすか？ななちゃん？はい、どうした？はい、どうした？朝起きたらね、ぎっくり腰になっちゃってね。ぎっくりはわかるんだけど、ちょっとはうってますね、めっちゃ。え？今も？あ、今は治った、大丈夫。オッケー。あ、ごめんなさいね。ぎっくり腰になっちゃう、大変ね。そうなの、トイレ行くのも大変で。じゃあどうすんの、トイレ行けなかったの。だからね、もうロキソニン飲んだんだけど効かなくて。なんか甘えた声がキモい。おばさんの甘えた声ってキモいよね。でも直してね、ロキソニン飲んでね、私も腰痛いかな。気をつけてください。はい、誰？あ、もしもし。はい、なんすか？なんか最近、うん、会ってる男の子の、うん、ありがとうございます。ドーンね、ドーンね。せーの。ドーン。はい、次。結構可愛い子だった、今。はい、この、すごい可愛い。はい、何すか？もしもーし。はい、どうした？この間、8月27日に、はい。手術するって言ったものなんですけども。あ、結果どうでした？無事成功しました。ななちゃんありがとう。もう失敗すればよかったのに。はい、次。はい、次。はい、どちら様？あ、もしもし。はい、なんか音質悪い。すんごい音質悪い。なんかスピーカーフォンみたいな。音質直してください。あ、運転中やめてね、危ないから。はい、アリス。もしもし。はい。あ、繋がってる。いくつ？17歳です。高校生か。はい。どうしたの？ツイッターの DM で、前ちょっと言ったんですけど、うん。17ライブをやってるんです、私。あ、配信者なのね。あ、そうです。うん。それで？トップギフターが、うん。離れていっちゃって。ああ、その投げ師みたいなね。はい、そうです。うん。どうしたらいいんですか？どうしたらいいん？はい。でもさ、ガチで言うよ。うん。誰でも離れるんだよね、うん、そういう貢ぐ人は。ああ。まあ、飽きられたと思うしかな、がいいんじゃない？なんか、ちょっと見に来てはくれるんですよ、たまに。じゃあ、お金が尽きちゃったか。なんか、そうなのかな？他の男では投げてるらしくて。それで別にいいじゃん、投げてても。他の枠で投げてて、うちでは投げてないから、生きられたのかな、うん、じゃあ。でも見に来るってこと、なんかやきもち焼かせようというのもあるんじゃない？あー、なるほど。でもまあ、それで生活してるんですか？いや、バイトしてます。 あ、そうなんの、はい、じゃあそんなに悩むことはないよ、そんないなくなって新しく見つかるかな。はい、ね、そうですね、うん、頑張ろう、はい、頑張ります。はい、頑張れ頑張れ。はい、ありがとう。はい、かよこ。はいはい。あー、もうお化けかと思った。かよこ。はい。さやか？旦那が起きないんですけど。何？旦那が起きないんです。起こしなさい。旦那が起きないんですよ、この電話に。起こしな、今。旦那が、
起こしてください。もしもし、起きたよ。誰めっちゃ早く起きたやん。喋りたいだけ。はい、ヒカル、もしもし、どうしたん？え、なんか部屋に小林が飛んでて、どうしたらいいですか？あのね、あれを作ろうといいよ。めんつゆトラップ。え、そうなんですか？あれめっちゃ効く。え、ナナちゃんって小林食べますか？食べるわけないじゃん。めんつゆの中に洗剤を入れるんだよ。はい、そうすると、本当ですか？うん、捕まる捕まる。やってみ？え、わかりました。やってみます。うん、やってみ？ありがとうございます。小林みたいな女だな。はい。誰？ゆうかです。はい。今日仕事休んじゃって。行きなさい。はい、どうぞ。もしもし。はい。あ。なんなのよ、私切ってないよ。気になるんで、なんだと思って。何やって、ほんとに。はるか？ななちゃん。はい、そうです。どうした？今度、ちょっと腫瘍ができてしまって、手術するんですよ。なんか飴食べてる？何？いや、食べてないです。ごめんなさい。舌足らずなのね。あ、そうなの。はい。腫瘍ができちゃったって何？実家腺腫瘍っていう。実家腺腫瘍。耳の前のところに。なんかイボみたいにできたの？いや、なんか普通に腫瘍、うん。あ、それで切んなきゃいけないってこと？うん、そうなんです。で、全身麻酔とかで。うわぁ、大変。で、ちょっと、うつになっちゃって、何か励ましてもらえないかなと思って。でも切っちゃったら楽だよ。切っちゃった。なんか、顔面に麻痺が残る可能性で。あー、そんな大体残んないかな。大丈夫です。可能性だけで、パーセンテージは少ないでしょ、多分。わかります。ほとんどの人が大丈夫ってことよ。はい、ありがとうございます。うん、そんぐらいな感じで。はい、ありがとうございます。はーい。はい。そんなの、ねえ、ほんと歯抜くときだって言われんじゃん。それ残っちゃったらどうしようって話だけど。しょうがない。はい。うんこ。ね、かよ。うんこした後に、あ、じゃあ、ご飯食べた後に、すぐにうんこしたなるの、なぜ？お腹が前のやつが出てるからじゃないですか？残りが。ずっとずっと下痢なんですよ。ずっと下痢。いや、それは、いいんじゃないですか？そうですか。ありがとうございました。溜まるより出た方がいいっしょ、かよこさん。やっぱり？クソババアやん。はい。あ、ななちゃん。はい。え、今日の夜ご飯何がいいと思いますか？コロッケ。な、コロッケ食べたよね、久しぶりに。はい。え、ナナちゃん。そうだよ。ね。どうしたの？ TikTok の切り抜きから。あ、知ったんですか？ナナちゃんのこと知って。うん。ツイキャス。うん。ダウンロードして。うん。ずっと応援してます。大好きです。ありがとう。話が長い。はい。もしもし？はい。誰？あ、つながりました、やっと。うん、どうしたん？ですね。うん。今年で結婚して15年目になるんですけど。うん。セックスレスなんです。じゃ今までは結構燃え上がってたってこと？ 15 年前は。15年前っていうか、何年前かな。そのなんか、きっかけみたいな。5年ぐらい、うん、なんか子供が、もう、なんか高校生になるんですよ。うん。うん。なってくると、なんかもうわかるじゃないですか、いろんなことが。うん。なってきてて。そしたら、なんか夜の営みすら、なんか、しづらいっていうか。ああ、浮気してんね。飽きたね。はい。はい。仕事頑張れって言って。
頑張って。ありがとうございます。お金ちょうだい？言ったかな。え、嫌だ。はい。もしもし。どうした？なんか、暗いね、声が。さっき、ね、あーで聞いてたと思うんですけど。あ、はいはい。モラハラの彼氏と別れようと。思ってる。考えてるんですけど。モラハラをしてくんだね。うん、そうですね。いちいち何で、うん。それで、うん。うん。違う男の人に、うん。こう、相談乗ってもらうっていうのは逃げになるんですかね。ん？どういうこと？その彼氏の相談を。いつも怒鳴られてて、なんかもう電波が悪い、もうイライラするレスポンスが、環境整えて、モラハラだよ私に対するの。はい。あ、聞こえますか？聞こえるよ。あ、男の人だ。もしもし。はい、どうした？相談があるんですけど、いいですか？うん、いいよ。今25歳で社会人やってるんですけど、うん、仕事が全然決まんなくて、うん、決まってもちょっとすぐに逃げ癖があって、うん、その辞めちゃうとかってあるんですけど、うん、なんかアドバイスとかありますか？とりあえずデートしてみない？私と。あ、もう一度お願いします。ん？もう一度お願いします。私とデートしてみない？あ、いいですか？それも逃げよ。もうほら、彼女いるんで。それはちょっと無理ですかね。じゃあ最初に言ってよ。はい。逃げないで。はい、美咲。今子供がなんかこんな写真だったの。はい。え、もし。もし、どうした？おいっす。詳細今風呂なんだけどさ、カビキラーで頭洗っちゃって間違えてめっちゃ痛いんだけど、どうしたらいいの？マジだるくね？普通にだるくね、これ。やっべんだけど。普通にハゲそうじゃねこれ。おめえね、なんでそんなことやんだよ。普通に間違えたんだよ。普通にシャンプーだと思ったらカビキラーで洗っちゃって。普通間違えねえよな。違う違う、ボトルがなんか一緒なの、なんか。一周するんじゃねえよ、そんなんさ。だるいかな。ごめん。わかった？うん。頑張ってね。じゃあ、明日の7時マックの前ね。ん？明日の7時マック前でしょ？うん。はーい。はい。はいっす。なんだよ、これ。はい。もしもし？はい。は、ななちゃん？うん。あ、ゆっこです。いろいろすいませんでした。受け付けません。はい。もしもし。どうした？どうした？今から仕事なんで。うん。頑張ってって言ってください。頑張れ。ありがとう。はーい。お金くれる？はい、いいよ。ほんと？はい。あ、もしもし。どうした？祖母が。うん。そぼろ？新型、いや、祖母です。祖母、おばあちゃん、はい。はい、おばあちゃんが。はい。もしもし。どうした？10月から、うん。正社員になるんですよ。おめでとう。ありがとうございます。で、なんかアドバイスとかありますかね？うん、どういう職業なの？営業事務です。でもなんか声の感じめっちゃいいね。なんかハキハキしてて明るそうだし。あ、本当ですか？うん、頑張れると。うん、なんか人当たり良さそう。ありがとうございます。うん、でもあれはダメよ。何ですか？あれはダメよ。暴れちゃう、あなた。あ、暴れないようにします。うん、よく暴れちゃうからね。はい、いっぱい稼いで貢ぎます。はい、頑張れー。よく暴れんだよ、この人。いっぱいいっぱいになって。多分ね。もう終わった？これバグってんだ、バグってる。ちょっと待って、一回落ち着いてバグってる。はい。もし？ななちゃん、もしもし。私もオカマなんですけど。はい、ハッピーハッピー。ハッピーハッピーお願いします、最後に。要求多いな。
お願いします。ハッピー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 。はい、あ、すみません。はい、どうした？あのガチの質問なんですけど、うん、はい、小学5年生の娘がいるんですけど、うん、携帯をちょっと見てみたら、うん、エロい、チャットをしてて、なんか知らない人と。チャット。それ何？男の子、女の子？女の子、娘は女の子で、相手が男の子なんですけど。あらららららら。で、なんか来て、マジでびっくりして。それ何？ TikTok の DM 機能？そう、TikTok の DM 機能で。やば。やばーと思って。お母さんさ、それ止めた方がいいよ。女の子でしょ？そう、女の子なんですよ。相手は年上でしょ？犯罪やん。いや、でも内容見た感じ、なんかちょっと幼い感じもあるから、同じぐらいかちょっと年上ぐらいかっていう感じなんですよね。すっごい言われてて、うわ最悪と思って。それお母さんが若い子の男の子に送ってる文章じゃないね。違う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 、あの桃子ちゃんが違う。あ、違うのね。いや、だからもうどうしようと思って。なんかさ、フィルター入れるとこなかったっけ？未成年のフィルター。普通の iPhone だから多分無理じゃないかなと思って。ええ、じゃ注意した方がいいんじゃない？今度ね、やめなさいってその。言ったら、あ、ママに見られたみたいな感じで傷ついかないですかね。まあ、傷つくっていうか、逆ギレはしてくるだろうね。恥ずかしいからね。恥ずかしいから、なんで見てんのみたいななる可能性もあるし、なんかその記憶を一生残したく。でもさ、犯罪に巻き込まれる可能性もあるよ、その感じは。ありますよね。ね、ドピュドピュでしょ？ドピュドピュ許しちゃダメよ。どうやったらやめさせられるんですかね。携帯取り上げるしかないんじゃない？あとフィルターとか、取り上げる。そういうのに使うんだったら、だってお母さんが払ってるでしょ？お金とか、携帯買ったら。払ってる。取り上げるよって脅すじゃないけど、ルールみたいなの約束をした方がいいんじゃない？まあ、隠れてやりそうだけど、まあ。そう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 。お母さんが目を配ってあげないとね。そうですよね。ちょっと厳しくね。だって嫌じゃん、それで、ね、犯罪とかさ。レイプされちゃったりとか。ですよね。びっくりもしたし、衝撃も受けたし。まあ、使うね。今の子だったら。使うんですね。うん、学校でも、そう教育されてんじゃないの？お母さんあれでしょ？大卒ぐらいで処女を失ったって感じ？いや、10代からバリバリでしたけど。そうなんだ。ただ、その、いくつって言ってたっけ？小5の女の子ですね。ちょっとそれはやばいよね、その。やばいよね。ちょっとびっくりしすぎて。早いかな、やっぱり。もうブロック、その人をブロックして消しちゃったら。うん。いいかな。なんかママに見られて消されてるみたいな感じになっても大丈夫やったら消そうかなって思ってるんですけど。逆に、お母さんが送っちゃえば、私は母です。うちの娘に何やってんですかって送っちゃえば。相手もビビるし。その文章を見られたらね、その娘に。ママから見られた、やばいみたいな。あ、だから別アカみたいなね。あっちビビるんじゃない？ビビらした方がいいですか？いろいろやり方考えてみて。そうね。傷つけないように。OK？ ブロックします。そうだね。うん、娘を守ることも大事に。そうですね。うん、確かに。ね。わかりました。はい。ありがとうございます。はい。嫌われてもいいよね。ね、別に。はい。これはさきちむちゃんかな？さきちむちゃん？久しぶりですね。喋れないけど。切ってさきちむちゃんだよね、多分ね。はい。
もしもし。はい、どうしました？うん。ドピュドピュ？予定ありますか？福岡来る予定ありますか？おめえよ。ふざけんじゃねえぞ、これ。え？来る予定があるじゃねえだろ。来てほしいです。本当に思ってんの？はい。じゃあ、旅館と新幹線代出せ。はい。あ、どんぐらいですか？いや、嘘だよ。でも福岡全然行ってないからな。はい、多分結構あのリアトツ来ると思います。でも最近ね、そうやってね、お遍路周りみたいなしてないんだよね、私ね。なんかそういう予定とかないんですか？今度ね、キンキンで決まってるの北海道。あー、なんかそこから回ってくるとかないんですか？いや、多分行くことは行くんだけど、その、なんつうのかな、間が今空いちゃってる感じ。ああ。うん。でも、いずれかは、いずれ死ぬまでには行くと思うよ。ああ、オッケーです。待っときます。本当に待てる？待っときます。本当に推し変動しない？はい。ねえ、モスコがいいとか言い出さない？ああ、モスコちゃん知らないです。ナナちゃんしか知らない。そっか、オッケー。何がオッケーだろうか分かんない。はい。そう、次、北海道の、はい。あ、もしもし。誰？ナナちゃん。はい。うん。最近バーをオープンさせたんですけど。へぇー。どこに？従業員がなかなかいなくて。あ、東京町田市なんですけど。従業員がいないってどういうこと？募集にかからなくて、一人でやってる状況。それってさ、オープンしてから従業員募集かけてんの？あ、もともと2、3人ぐらいいたんですけど、みんなもう辞めちゃって。なんで辞めちゃったの、そんなん。飲む量がエグすぎて。それ何、ホストクラブってこと？あ、じゃないです、じゃないです。普通に、アフターバーみたいな。あ、じゃあ結構忙しい店なんだ。そんぐらい忙しいの？毎日ベロベロになる感じですね。なんで、ちょっと頑張れって言ってほしくて。大変ね。はい。もしもし。うわ、ラグジュアリーにあなたね。これ本人？ LINE。あ、私です。これね、どこ？海外？この画像は。これは沖縄です。いいとこ泊まったね。ありがとうございます。めっちゃ美人さん。しかも。そんなこと。ムカつく美人で。いや、全然。美人って。いや、嫌だ。美人だからムカつく。お願いします。お願いします。何？去年の11月からちょっと心臓悪くしちゃって。うん、あらまあ。で、もう半年間入院してて、やっと、退院できたんですけど、はい。なんか体力が全然戻ってこなくて、お仕事にも復帰できなくて、うん。ちょっと、焦ってて、お給料も全然もう、傷病手当だけで出なくて、あらららら。もう、ちょっとどうしていいかわかんなくて、うん。もう、病気がしっかり治るまでは、うん、休んだ方がいいって言われてるんですけど。まあそうね。なかなか、心臓の病気ってなんか長引くらしくて。そうよ。復活するのに。うん。めどが立たなくて、ちょっと不安なんで。安静にしなきゃいけないのね、基本ね、心臓。あ、そうなんだ。うん。そうなのよ。その不安な気持ちが毎日結構あって辛いんですけど。先生に聞いて。そうですね。ごめんなさい、不安にさせちゃうけど、私が言ったらもっと不安になっちゃうと思う。確かに、本当に。そのプロフェッショナルでないんでね、先生は。そうでした、すいません。でまあ、休んだ方がいいと思うよ。不安だったの。まあ、収入って面もあるけど、そういう時もあるからね。体の方が大事じゃない？
もう、そうですよね。体がダメになったらもう働けないんだからね。そう。元にも、先生の言う通り休んだ方がいいんじゃない少し。はい。もう、その貯金が底をついたらもう、20代で生活保護ってきついですか？あ、でもそういうのもありだと思うよ。あ、病気が原因だったな、別に恥ずかしくないよ。しょうがないんだから、もらっちゃいな。わかりました。そういうのも考えた方がいいと思う。わかりました。ありがとうございます。うん、はーい。はい。ご安、あれで、なんて言うんだっけ、お大事にだ。そうだ。お大事に、はい。あ、もしもし。あ、男の人、はい。なんすか。ななちゃん的に、はい。え、ナナちゃん。私でーす。すいません。今、中学生の娘がいてるんですけど。うん。話してっていうの？あんまり学校にいてくれなくって。うん。今日はなんとか行ってるんですけど、娘にアーカイブ見せるんで応援のメッセージください。うん、頑張れ、頑張れ！学校なんてやめちまえ！私、学校反対派なんで。はい。もしもし。はい。奈々ちゃん、おはようございます。すごい、なんかレゲエとかやってそうな顔ね。あー、ちょっとやってない。クラブとか好きそうな顔なもん。あー、ありがとうございます。うん、どうした？相談なんですけど、うん。今年2月に出産して、うん。今、7ヶ月の子供がいるんですけど、はい。もしかしたら二人目ができたかもしれなくって。うん、よかったやないの。なんか、そのよかったって素直に思えてない理由があって。なぜよ。産後一年以内に妊娠したりすると、早産とか、なんかいろいろリスクが高まるだったり。ああ、そういうこと、そういうのがあるんだね。そうなんです。マイナスな方ばっかりに、考えてしまってここ1週間ぐらいまともに寝れてなくて。でもそういうのを考えると逆に赤ちゃんに悪いんじゃないの？そう悩んだりするの。そうなんです。でさらに、うん、その1人目の子妊娠中も、うん、結構こうホルモンバランス的に情緒不安定になったりするんですよ妊娠中。なんかまたその時のことをこうフラッシュバックして、あ、またなんかこう体調悪くなったり、あらららら、なそうっていうのが不安で、うん、何かちょっと背中を押していただけるような一言いただけます？私、羨ましいっすね。赤ちゃん産めないんだよ。あー、なるほど。そう、素敵な贈り物がもらえるのよ。そうですよ、ね、不安があることないじゃないの。うん。ねえ、ちゃんと元気な子が生まれてくると思いますけど。うん。そうですよね。そういうのは先生に聞いて。そうですよね。うん。はーい。はい、産婦人科じゃないからさ。そう、メンタルケアとか。はい。カウンセラーじゃないし。はい。あ、もしもし。はい、どうした？ずっと病気だったんですけど、ななちゃん見て元気になりました。ありがとうございました。あのさ、この LINE で映ってる子ってあれ？息子です。あの子に似てんね、配信者の。息子も大好きなんですよ、ななちゃんのこと。ペリー君に似てるね、息子。あ、そうなんですか。すごい、ななちゃんのこと大好きで、会いたいって言ってましたよ。あ、そうなんだ。はい。はーい。なんすか？あ、もしもし。はい、イケボですか？もしもし。何ですか？だから。ああ、すいません。自分も、ゲイなんですけど。あ、ゲイの子なの？あ、はい。うん、どうした？親にあんまり受け入れてもらえてないっていうか、奈々ちゃんはどうやって親に受け入れてもらったりして、うん、別に言う必要ねえじゃん。隠しとくってもいいんじゃない？そう。でも嫌なの？言いたいの？ああ、まあ、でもなんか、言われるかも、結婚みたいなのとか言われるかもしれないじゃないですか。適当にはぐらかせばいいんだよ。あーって、結構いい女いいんだよ、みたいなさ。まあ、そんな感じで大丈夫なんです。
大丈夫大丈夫、楽に楽に。ありがとうございます。ね、はい、彼氏いるの？いや今はいないです。あ、じゃあ彼氏作った方がいいよ、いい人さん、はい、紹介すればいいんじゃないの、できたの。はい、うん、頑張って。はい、ありがとうございます。うん、結構こうガチで悩む人もいるからね、そういうゲイの人でもさ、言いたい言えないみたいなさ。はい、おならした？おならしたよね今ね、プーってね。うるさい。おはようございます。はい、はじめまして、いつも見て勇気もらってます。何時何分に大体見るの？いやもう7時から。何時まで？もう終わるまで。私大体最後30分ぐらいで寝落ちしちゃうんですよ。じゃあ見てないじゃん。最初から最後終わる30。はい、藤沢さん。もしもし。はい、藤沢です。はい。え？怖っ。ちょっと待って、また LINE がバグってますね。ちょっとみんな落ち着いて。はい。くちゅるぽくちゅるぽ、ポンポンポン。じゅんじゅん。ポンポンポン。ピッカラピッカラ。アップリリスルピッティッティ。アンバルカリッティッティ。ズンズンズンリッティカー。アッソルピッポン。バレッパピロスンバグリッド。サンバルレッドッタ。はい。もしもし。運転中？もしもし。聞こえてるよ、大丈夫？あ、ななちゃん？はい。あの、月一で、愛子ちゃんとコラボするっていうやつあったじゃないですか。あー、なんか言ってたね。愛子ちゃんの会みたいな。で、うん。もうハロウィン近いじゃないですか。うん。で、愛子ちゃんに、テッサリー京子ちゃんのメイクをしてほしいんです。あー、なるほど。いいよ、いいよ。じゃあ、楽しみにしてまーす。絶対嫌だ。やりたくない。愛子ちゃんって最近おとなしかったよね。おとなしかったのに、また火をつけ始めたよ、ほら。で、全然おとなしいじゃん、今。ダメよ、火をつけちゃん。はい、もしもーし。はーい、亀よ。ななちゃんに相談なんですけど、うん、来年の4月に子供が生まれるんですよ。あれ、よかったじゃないの。そうで、3人目なんですけど、うん、名前3人男だったらこれ、うん、女だったらこれって。今までのさ、この子供の名前って何なの？逆に2人の一番上が、うん、ここでひなた、ひなた。で、二番目が女の子でココミ。あー、で、三人目は性別は？は、まだちょっとわからなくて、うん。で、女だったらこれ、男だったらこれっていうのが。女の子だったらもずく。男の子だったら、芝。ちょっとね、噛み合わないな、今日。はい。あ、もしもし、相談なんですけど。はい。あの、うち、二人、女の子二人持ってて。もう子供の話やだもん。いや、聞いて聞いて、お願い。子供、子供、子供ってうぜえな、朝から。何よ。お願い、聞いて。小学校三年生の娘がね。あなた二回目でしょ、話したの。だから、聞いて。二回やな。聞いて。わかった。早く言ってじゃん、早く。三、はい、年生の娘が、うん、今日はい。うん。男の子に告白するって。よかったね。で、うん。あの、成功したらいいんやけど、その、成功って、あ、そっちね。振られて帰ってきたら、うん。振られて帰ってきたら、どうやって言ってあげたらいいかな。もうポンポンで、ポンポンでいいの。ポンポンで。ポンポンで？うん。ポンポンでいいの。頭、ポンポンで、ぎゅーでいいの。ポンポン。だから、しつけえな、福岡へ。もう行きたくなくなってきたん。はい。あ、もしもし。どうした？あ、
いつも見てます。あのちょっと素朴な疑問があるんですけど、うん、何ですか疑問は。 いつもあの7時にあのキャスのアプリ上にサムネが映って、うん、あの配信見ると奈々ちゃんが朝から配信してるじゃないですか。はい。その配信のサムネはもうその時の企画の映像になってるのに、まだ配信はなんていうんですか、その企画はやってないのにサムネがその配信のあの企画の画面になってるのはなんでですか。ん、どういうこと。え、ごめんなさい、ツイキャスのサムネ上には企画の例えばコスプレしてる洋服の写真とかが載ってるのに、配信を見ると録画ってこと。あ、録画じゃないです。え、配信の時です。配信中の時の画像の話なんですけど、例えば今日はクリニックをやるってサムネを出してんじゃん、はい、これのこと、はい、あ、そうです。そういう画像がこれまだ企画をしてないのに企画の映像、あ、そうですそうです、そういうのとか、うん、例えばコスプレとかラーメン食べたりとかそういう写真がまだ食べてないのに先にそれが映るのはなんでかなと思って。え、先には映ってないでしょ。え、なんかコスプレの写真とかまだ着替えてないのに、例えばアイノコでしたっけ、あれ、なんかアニメのキャラクターの洋服とか、あれは過去にやったやつを持ってきてるのよ。あ、そうなんですか。そうそう、前回のやったやつを使える素材を使ってるだけ、はいはい、あ、じゃあ先に準備してもう一回着てるとかじゃなくて、うん、あ、違う。過去のとか。ああ、なるほどね。そう、過去に やってもう一回やるときは、同じ、前のやつを使ったりとかするの。作ってね。あ、解決しました。なんかいつも、すごいなと思ってて。あ、そうなんだ。先に映像が出てるのに、はい。それ、超能力者じゃないからね、私。そうですよね。分かった。はい、あ、最後に、うん、あの、名前呼んでほしいんですけどいいですか。何。あ、ユキナって言います。長いんだよ話が。はい、天然だね、天然。はい、もしもし。あんたもさっきからしつこいわね。え、一回出たわよ。私出てなかったっけ。出てないですよ。そんな怒んなくてもいいじゃん。どうぞ。はい、みんなでクワヒ体操行くわよ。せーの、クワヒクワヒ。何のダンスなのこれ。知らないんだけど何。はい、もしもし。はい、どうしました。お元気ですか、ナナさん。元気ですよ。いや、あの、よだれ拭いて、よだれ。ジルジル、あ、よだれ垂らしてないです。今ジュルって言ったよね、ジュルってね。いや違う。いや絶対ジュルって聞こえたから今。え、違います、本当に。ジュルって言ったかな。絶対ジュルって言ってんねん。はい、もしもし。はい、なーに。え、繋がってるよ。はい、私 ADHD って大人になってから診断が降りて。ADHD は受け付けません。あ、もしもし。はい。あ、おはようございます。はい、どうしました。あ、今日は妹と一緒に出かけるんですけど、何を着たらいいでしょうかね。ね、ラルフローレン持ってんのかな。はい、メンテあと8分。じゃあもう行こう、じゃんじゃん行きましょう。じゃんじゃん行くよ。はい、何。もしもし、松葉杖。あのさ、はい、なんだよ。友達で、ね、行くの、北海道な。行くって、なんだから、なんなの。それでね、私のお姉ちゃんが札幌で占い師をしてるの。ぼったくり。何、もう時間ないから早く。あ、なんださん、うん、キモい声が。すいません。はい、何。こんにちは。はい、どうした。彼氏が、はい、もしもーし。はい、なんだ。100円貸してくれ。いや、こっちが借りたいわ。はい、はい、次、もうお金は受け付けません。は
はい、次。応援してまーす。はい、わかってる。ありがとう。センキュー。はい、次。誰？何？おはようございまーす。さようなら。はい、次。はい、もう行くよ。時間ないからね、早く。ちゃっちゃと行くよ、ちゃっちゃと。はい、何？早く行く。質問あるんですけど。遅い。はい、次。ちゃっちゃと行くよ、みんな。ちゃっちゃと。こんにちは。バイバイ。はい、次。早く、ほら、どうぞ。じゃ、毎日、死ぬことばっか考えちゃう。生きろはい、次。もしもし？はい、何？あ、奈々ちゃん、女の子の中では奈々ちゃんが一番好きで。なんかめんどくさそう。めんどい。はい。はい、次。早く。早く。めっちゃ可愛いっす。わかっ、はい。もしもし。はい、誰？何？奈々ちゃんは、うん。11月2日の直木マンションに行きますか？ライブに。あ、行きたいなと思ったことある。はい。どうでもいいわ。トークライブでしょ。はい。ラランダダーン！もう早く、あと6分。はい。もしもし？はい。ナナちゃん？うん。早く。大好き！な、こういうのさ、早く。よいしょ。よいしょ、どっこしょ。もうネタ突みたいな。はい。早く。もしもし。早く、ちゃっちゃと。ナナちゃん、あのさ、面識のお礼。聞かなかったことにしよう。俺送ってません。はい、次。はい、ダメ。喋れない子。お口チャック。モンジョーリー、モンジョーリー。はい。はい、次。え、奈々ちゃん、はい。遅い。みんな遅い。もうさっと来て、さっと。はい。奈々ちゃん？はい。最近ね。奈々ちゃんいらない。奈々ちゃんも省いて、もうそっから最近ねでいい。ね、奈々ちゃんいらない。はい。ちゃん、奈々ちゃんいらないやつの最近ね、でもう始まっちゃっていいの。はい、ま、奈々ちゃんいらないって。奈々ちゃんが余計時間がないの。はい、ゴリラブ、ね、ゴリラとかふざけんじゃねえ、ほんとにや。ねえ、もう待ってたのに。いいでしょ。はい、早く。わかったの。しよう。もうやだって、本当にそうの。早く、ほら。嬉し、恥ずかし。あっさかえり。不安、言い訳。イェイイェイ。そうのやめてって歌うけど。相談。もう、早く。あと4分。もう。早く。新品、あ、もしもし。レグジ、んウェイ。何？日本語今の。奈々ちゃん大好きです。もう、里見4回目。誰今、男だ、男の子じゃなかった。はい。奈々ちゃん、私、訴えられるかも。何ちょ、何、どうごと？早く、早く。はい。あと3分、3分、無言やめて、マジで。邪魔だから。無言ダメ、早く。おはよう。おはよう。はい。早く、早く、本当に早く、早く。あ、もしもし。はい。あ、そういうのもいらない。もしもしもいらない。もう、ちゃっちゃと、ちゃっちゃと。さとみ6回目。さとみ！あー、もうほら、バグっちゃったー。バグってます。ちょっと一回 LINE 立ち上げるんで、また。ほらー。落ち着いて、みんな。落ち着いて、ちょっと、落ち着いて。落ち着いてってん。ちょっと一回ストップ、みんなストップして。そうしないと繋がんない。落ち着いてってん。落ち着かなきゃ繋がんないから、ちょっと一回ストップしてかけんの、マジで。本当に。そうしないとみんな繋がんない。このまま終わっちゃうよ。ストップして、オッケー。オッケーオッケー。緩やかになってきた。オッケー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 。あ、ダメだ。ダメだ、これダメだ。言うこと聞かない。どうしよう、これ繋がんないんだよ、ほら。もう、
じゃあこの名前読んでくれ。はいはい。はい。はい。窓か。ヒロ。はい。はい。あ、来た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 。繋がった。奇跡的に。はい。あと2分。早く。あ、夜食の。うん。人のこと好きになったんですけど、どうしたらいいですか？はい、次！ラジオ体操やって！ドラえもん何今の。はい。もう早くお願い、本当に早く、あと1分。高齢の父に、高齢の父に免許を返納させたいんで、奈々さんならどう言いますか？もう早く返せよ。早く。ほら、もうあと1分。ほら、早く。理科？もうダメ。ダメダメ、みんな。はい、喋って。早く。もう、里見8回目。里見8回、なんで同じ人？はい。なんて言った、ブス。ねえ、家の近くに発展場があるんだけど。なんで知らねえよ。はい。あ、もしもし。何？配信を続けるモチベってどうやって作ったらいいですか？はい、里見9回目息子がね、奈々ちゃん大好きなんです。な、息子いらん。奈々ちゃん大好き。もう、はい、もう病気だよ、みんな。はい、鈴ショートの中で誰が好きです？なんだって？鈴ショートって何？